はい、皆さんどうもおはようございます。りょうすけです。今日は地元の友達とキャンプに行こうと思います。で、今日行くのは京都の宇都京公園キャンプ場、日吉ダムの近くですねにあるんですけど、そこへ向かいたいと思います。で、今からですね、地元の友達ですけど大阪に住んでる、拓郎くんを迎えに行って今から向かいたいと思います。それでは行きます。あかんねん、はい、こんなところになこんな車止めたらあかんねん。はい、拓郎くん合流しました。いや自己紹介を。はい、なんか買おうか。山下拓郎くんです。あ、もうこれ撮ってるの？撮ってるよ。なんかいつ撮ってるか撮れてるかこれすごいな、分からへんな。だから光ってたら、あ、光ってたら撮ってるっていうこと。キューしてるから。の駅丹波マーケット来ました。じゃあとりあえず時間潰しとこうか。ね、なんか調達まずは下見しとこうか。すごいね。そうですね、うん。なかなかいい感じじゃない？じゃあ今日はリカーもあるしね、ちゃんと。じゃあ今日はここをブラブラしていきたいと思います。うん、そうですね、よし、じゃあまずは、ね、ここは初めてですか？僕はね、マークス初めてなんですよ。初めてなんですけど、ちょっとね、今ね、ワクワクしてる。ワクワクしてる。おっ、いいですね。短冊ありました。コロナがなくなりますよ。いいですね。字が綺麗に書けますようにってめっちゃ汚いよな。字が綺麗に書けますように。まあこれから上手くなるっていう、ね。見守りなくなれ。見守りな、何か束縛を受けてるっていうことやね。ほら、もう明日が来ますよね。大体ね、もうボケ始まるね。ボケ始めるんだな。今日生きるので精一杯っていう。でもね、僕はやっぱり真面目なんで、ここはね、はい、ちゃんとしたことをね、書きたいと思います。みんなの願いが叶いますようにね、ということで短冊を書きました。いいですね、やっぱいいこと書くとね、いいことがやってくる。いい行いをするとこう自分に幸せがね、またこう舞い込んでくる。でその幸せがまたこう人にね伝染して、みんなが幸せになるんで、ね、それを代表してお願いすると、まあね、誰かのお願い落としてもやばい、合格したい落としてもうた、合格できなくなっちゃうから。結べてないやん。よし、まあ代わりに結んであげます。代わりにね、結んであげようと思います。合格したい人がいるんでね。意外と食べるとこいっぱいあるね。はい、ケイタさん合流です。はい、じゃあみんな揃ったんで誠行きます。あったかいお茶、うまい。うまい、これ何しようかな。はい、久保さん合流です。あ、合流しました。良くなりましたよ。天丼とそばを3つ。はい、皆さんそばでいいですね。はい、そばで。え、みんなちょっとそば全員それで。はい、これでもみんな映らんかな、ちょっと。あ、これでも結構入る。なんじゃない結構入る。こっち寄ったら全員映る。ここの辺ぐらい。サムネ用に。あ、入ってるわ。サムネ用にちょっと撮ってるわ。割りなさい。じゃあ天丼定食いただきます。うん、美味しい。お出汁がね、効いとるわ。効いとる。効いとる。ありがとうございます。やめる。
美味しいです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、じゃあここで買い出ししていきます。やっぱキノコいくよね。あんましめじ一番綺麗やばいな。お魚はあれやな。あ、それな、ブリアラ、ブリカマ、これはうまいと思う。これやばいですね。やばいやつ。あとなんか、マヨネーズ一人一本これでいいんちゃう。小分けノーマルマヨは、まあまあ、ノーマルマヨ、あ、それでいいんちゃう。これかな、ノーマルマヨ。はい、ノーマルマヨ。ほらサバ豆トマトキーマ。はい、じゃあお肉買います。あれしようか。いや、これやな。味付けハラミ、ベーコンさ、塩コショウでもちょっと食べたい。ちょっとこれはやばいよな。これは無理やん。倒木。うわ。あ、でも向こう側にも人おるわ。ほんまやな。崩れてんのこれ。え、切れんのこれ。無理やろ。うわー、悲惨やなこれ。これは通れませんね。じゃあ今日のキャンプ地をこことする。ここキャンプ地マジかよ。倒木のため、来た道を帰ります。まだ結局2時まであと1時間あるやんって言ってたけど、これ多分2時回るんちゃう。結局2時過ぎるな。まあいいや、ちょうどいいぐらい。じゃあ安全運転で向かいます。はい、では宇都郷公園着きました。受付していきます。受付はこちら。あ、こっちは別になってんのか。うん、ここね。こちらです。はい、いくらでございます。あれ、しまってんの。もうあれや。あー、めっちゃいいな。今日のお宿はこちらで。あれ、ここでバーベキューしていいの？あ、なるほど。てか俺椅子忘れた。そう、まあなくてもこれ持ってたらいいか。はい、じゃあ乾杯。乾杯。乾杯。